はい、どうも、みひろじさんです。お疲れ様でございます。えっ、ー、と、婚活パーティー行ってまいりました。えっ、ー、と、結論としては、マッチングしました。えっ、ー、と、33歳保育士とマッチングしましたが、えっ、ー、と、なんか友達と来てたみたいで、ちょっと後でご飯2人で行くんだ、みたいな感じで、今日はお別れで、えー、また別日に、えっ、ー、と、会う約束をして、えっ、ー、と、LINE 交換して、えー、終わった。 あーって感じです、まあ、ただ、なんか、ちょっと最近なかなか予定が、あの、難しくてみたいなことを、なんか、ごのごの言ってたんで、なんかもう、マッチングしただけで終わりかな、という気も若干してますと、とあ,あいうところ。 と、えっ、ー、と、まあ、TMS さんかなフィオーレ行、えー、ってきたんですけども、まあ、そこの、結婚相談所の方と、あさっての朝にですね、あのー、結婚相談所のサービスについてのなんか説明みたいな、えー、を受けるというのが決まりましたと。 という感じでございます。はい。えっ、ー、と、まあ,あ、その結婚相談所についてはちょっとまた、日曜日ね、行って、えー、その後にまた動画しようと思ってますけども、えっ、ー、と、婚活パーティー自体は、えーと、男性8対女性9でございました。女性の方が多い状態です。まあ,あ、で、あと男性の値段がね、2500円だったんですけども、おじさんが、あの、なんですかね、えー、と登録した後はですね、3000円に戻ってたんで、まあ多分男性3000円の 女性500円なんだと思います。はいで、えっ、ー、と、マッチングしたのが結局。 なんだろうね。男性8に対して4、4組、あの、カップリングしてるんで、まあ、半分ぐらい、えー、カップリングしてるのかな、っていうところなんですけど、桜かいるかいないかっていうのはちょっとよくわかんなかったですね。えー、おじさんが当たった人がひょっとしたら桜かもしれないと、は思ってるんですけどね。だいたい普通、マッチングしたらすぐお茶行くんですよね。えー、なんか別のペアとか、お茶どうしましょうかとかで話してたんですけども、いや、私は、あの、友達待ってるんで、みたいな感じになって、はい。あの、そんな感じで別れたので、なんか、 買ったはずやのに負け、負けた感もあるな、みたいな、なんかそんな感じでした。はい。で、そうじて、どうでしょうね。女性陣いや、あの、喋りやすい方も、まあまあいた感じですかね。まあ、何人かちょっと喋りにくいな、とか、なんかやる気ないな、みたいな子も、確かにいました。はい。ので、まあそこら辺は、まあ、あの、普段行ってる結婚相談所の、婚活パーティーと、そんな変わらんかな、と思ったんですね。 はい。えー、ただ、あまあ,あ、いつものこ、こう、相談所って大体5、6組、5、6対5、6ぐらいの、あの、まあ言ったら、少人数の、えー、結婚相談所なんで、あのー、一周した後もう一回回れるんですよ。えー、っていうのが、まあ、あ いいんだな、というふうに思いました。あの、今回行ったところは、だから10回、えっ、ー、と、まあ、一通りおしゃべりして、で、良かった人を選ぶみたいな感じなんで、その中間発表みたいなのがないんですよね。ええー、というところが、まあ、なかなかマッチング難しいんじゃないかなと思ったりとか、相性がよくわからんというところなのかな、というふうに思いました。っていうのと、まあ、人数が単純に多いんで、選ぶのが結構苦労するというところですかね。誰か誰かわからんぜ、みたいな感じなんで、はい。 あのー、そこら辺が、まあ、気になったところですかね。まあ、あのー、いつもやってる結婚相談所の婚活パーティーと同じで、まあ、YouTube 推しいいですわ、私は。はい。でもそうでもしないと多分印象残らないんですよね。ええー。あのー、絶対。はい。あの、トークもなかなか、まあ、うまいこと弾まない人は弾まなかった感じなんで、まあ、そんなもんなんだろうなと思いながら、はい、やっておりました。って感じですかね。 うん、あのー、また思いついたらちょっとお話はしようと思ってるんですけども、あのー、まあ、あー 今からちょっと、出かけるんで、出かけるというか、まあ、おかんと晩飯買いに行くだけなんですけども、えー、買いに行ってですね、で、またライブ配信ということになるんで、まあ、細かいところはライブ配信で話したり、また補足で動画作ったりするんですけども、まあ、総じて別に悪くはなかったと思います。2500円で行かしてもらって、で、結構、まあ、女性陣とおしゃべりができて、で、えー、最終的にマッチングまで行けたということでですね、あの、悪い、い、会ではなかったと思います。はい。思いますけれども、うん、最後ちょっと、お 交換だけししててて連絡も返っっきなないいと思った次第でございます、まあな、なんかね、別で声かけられてて、多分その方も結婚相談所のサービスの説明みたいなを受けるっぽいような感じに見えたので、ひょっとしたらもう相談所に入ってやられるからかもしれないですけども、その辺ちょっとよくわかんないですね。はい。あのー、マッチング、結婚相談所のその婚活パーティーに来て、あのー、なんていうんですかね。 えー、まあ、みんな、えー、結婚相談所の、えー、まあ、サービスというんですか、えー、そういう、結婚相談所入りませんかみたいな、形での営業は、まあ、みんな漏れなく受けてるみたいなんですけども、まあ、その辺ぐらいですかね。はい。というのが、まあ、今回行った婚活の結婚相談所のですね、えー、婚活パーティーの模様でございました。と、あと結果報告でございました。以上です。